はいどうも、おはえりすめんてん、あさひひなたです。どうも、どうもながら、どうも、りょうさいです。なんだっけ、あのね、リクエストで雑談しろって言われたんで雑談します。雑談、ほほ、最近好きな YouTuber さん。とんだくそ雑談。花尾さん大好き。花尾さんときょんこばさんぐらいしか見てねえんだよ。お金くれる人大好き。異論はないやろ。そうさ、はい、仮面ライダーの推しって誰だ。デンゴ。俺アギトかな、やっぱアギトさん。最近クーガにもハマってんだよね。みんなクーガ見てね、人生の勉強になるよ。やんやんたい、話すことがなさすぎて。あー、お金本当にないよ。もうなさすぎる時は地球破壊させや。お母さん大嫌いって言ったらさ、漏れなくお母さんが。で、ごめんなさい。宿題やりなさい。嫌です。ごめんなさい。お父さん大好き。押してるの、お父さん。なんでだよ。ツンデレ。ツンデレで殺意向けんの。おじいちゃんの方が大好き。やば。会えたのは死誇りには、あたらしい痛みさえ伴うだろう。ラッピースマークじゃねえぞ。そういえばさ、はい、俺定期なくしたのよ。はパスポートになんか電話番号とか書いてたわけ、名前とか住所とか。それにかけてくれた人がいて、拾ってくれたおじさまがいて、本当に嬉しかった。超いい人に。そう、その時はありがとうございます。ありがとうございます。で、それを悪用する人もいるから、ね、まあね。ポケカやりたいんだけどさ、あ、なかなかやる相手がいない。そう、やる相手いないの。なんならルールすらわからないの。ポケカオフ会やりたいわ。じゃあ、まあ、ポケカでーす。せよさ、はい、どうもです。これ何かわかる。どう思ってます。あの NHK の、これね、見て、てってれー、ライターのバタスピアディ。結構ね、俺いいの持ってんだよね。良さそうなのはね、みんなが羨ましそうなのはね、怪人であったっけな、なかった気がする。仮面ライダー側は結構持ってた気がする。ほら見て、倍近くなん。やば、待って、それ持ってんのずるい。クーガ持ってる。俺クーガデッキ作ろうかと思ってたのに。うん、で、これとかあるし、いいな、この牙とかあるし。ずる。バタスピの動画やってほしい人いたらコメントください。多分やると思います。可愛くない？可愛い。きなんかさ、親戚の子かな、うん、とさ、こういうライダー系以外のトミカの変形するおもちゃとかあるんだけど、あ、それ欲しいんだよ、親戚の子が持ってて。そう、何気にここでトミカとプラレールの再ブームが来てるから。そう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 。石森にじかちゃんは知ってるよ。斉藤飛鳥さん、もうあの人はダメだ。推しっていうより神様って感じだから。もうこの世界そのものだから。世界、世界飛鳥じゃない。世界飛鳥。世界飛鳥。世界飛鳥って誰だよ。どこの YouTuber だよ。今度調べてみる。この世界の神。何個かパラレルワールドとかあるじゃん。うん、この世界の神だから。そう。ここは斉藤飛鳥の世界だから。斉藤飛鳥さん見てる？絶対見てない。見てるわけねえだ。俺の渾身の飛鳥様のモノマネ。坂道グループとコラボしていい？そう、絶対無理。俺のチャンネルでクソが言うな。クソが。それこそクソが。実はこれ東京駅でゲットした通称イヤホン崩壊太郎だけど。イヤホン崩壊太郎は草。電池、電池で思い出しちゃった。電池をお尻に刺した、抜けません、どうしたらいいですか。何でだよそいつ。電気をくっつけたら引かれちゃいます。なんで関西弁、引かれちゃいます。結構奥まで入って、それはどうしたらいいですか。何してるんですか、病院に行ってください。アホすぎる。電球刺したら光るわけ。光るわけねえじゃん。電池刺したのに光んねえじゃん。
らんのかーい、くらんのかーい、チェラヒコかーい。撮影開始とテンションが違うんだけど。あれ、サブちゃんであげたら、撮影開始と今のテンション比較で、話の全部は本ちゃんで。あー、やばすぎる。ヤバタニエン、ヤバタニエンとかさ、神ってるとかさ、うん、そんなに使う使ってる先生がいたのよ、うん、神ってるって、うん、実際に使ってる人初めて見た。マンジの身に初めて見たって。マンジ、このゲーム機ゴーストカラーじゃない。わざわざ生きてる間くらいはわざ何、生きてる間くらいはわざって。そういえばさ、はい、桜木町駅にさ、コナンのショップがあってさ、はい、安室さんのスマホケースがあったのよ。いろんな機種に対応してるやつ、あれ欲しかったね。欲しいポスターとかあったのよ。なんか安室さんがなんか銃も着てたから、でなんかガラスが割れてた。やばーい、銃でガラス割れるようにするって、あれ思い出すんだけど、テレッ、あ、それコナンだルパンさーん、テテレテーテレレーチヒラッチョフヒラッチョ、千と千尋のチヒョッチョなんだっけ、西村ヒロッチョさんだっけ。誰知らない、わからない、検索すれば出てくると思う。千と龍河、千と龍河の神隠し千と龍河の神隠し泣いている見たの隣ポテトポテトおいポテトおいポテト、ハゲたハゲたペンギンパクハゲたギンパク行き過ぎたギンパク何にとは言ってないてか俺たちだけ何なんとか過ぎた原爆っていうか、もともと俺が言い始めたんだ例えばさ、親戚の子さ、たまに俺に似てるとこね、あるでさ、うん、どうする、その親戚の子が見てたら、この動画、このチャンネルの動画見てたらどうする。とりあえずあれさせるか、詐欺、詐欺ろうぜ空気空気の使用量でそう、空気の使用量でそれを不謹慎やろっつってお金くれる人大好きってそう、もうちょい考え直そうやそう、異論はないやろってチョキチョキひなたくん、ハゲたひなたくん、はハゲすぎたハゲすぎた玄太くん、玄太くん、あのおにぎりめ、おにぎりはあれか、まあそうか、まあそうです、それはそうマスオさんのハギオでーす、ハギオ誰だよハギオでーす。俺のおすすめの曲でさ、角を曲がるっていう歌あんだよ、はい、結構泣けるあれ、マジビ、俺の動画の視聴者なので、一回だけでもいいからまず聞いてほしい、絶対に。天才の人ってね、何かをいじりながら話していると頭が冴えるらしいよだから何、自分は天才だって言いたいのそれはすごい痛いやつ。お尻に。お尻に。もう富澤さんと一緒じゃん。もうラジオのネタの富澤さんと一緒じゃん。障子にみやりってなんだよ。彦猿でーす。笑いすぎて喉が痛いんだけど。笑いすぎた玄白、笑いすぎた玄白でーす、タムでーす。なんか流星くんの緊急報告あるな、じゃあ笑おう。あのね、うん、なんもないのほとんどね、最近、うん、もうほぼほぼ動画休んでるってね、ツイッターをね、ツイートしてもね、うん、動画やってくださいってコメントないの。してあげて誰かしてあげなさいよだからもう俺このまま自然消滅しても気づかれないんじゃないかと思って多分ね俺もそんな感じがする俺も多分気づかれないと思う。だってさ、うん、1週間休んでごめんなさい的なこと言ってもさ、うん、お帰りも何も言ってくれないそれはひどすぎるそもそもコメントつかないなんでしてあげないの。もうみんな悪い子ね。約1ヶ月ぶりに投稿したのがモーリーファンタジーでキュンコマさんとユキリノさんの人形ゲットしたみたいなやつでさ、再生回数がね、うん、35回で、コメントが0回、いいね3、低評価1ということで、よし、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、チャオ、バイバイ。見て、高評価に似てない